第43回 NHK 紅白歌合戦は1992年12月31日に NHK ホールで行われた通算43回目の NHK 紅白歌合戦。19時20分20時55分及び21時から23時45分に NHK で生放送された。両組司会について赤組司会はこの年下期の連続テレビ小説。 ひらりのヒロイン、石田ひかり、白組司会は2年連続となる、坂井正明がそれぞれ起用された。総合司会は2年連続で、山川静夫が担当。当時59歳の山川の総合司会は、第56回の当時61歳の美野文太に抜かれるまで、男性司会者及び総合司会の最年長記録となっていた。ただし、第56回は、グループ司会制となり、 司会の役割は決められていなかったため、正式な肩書きの総合司会の最年長記録は、その後も保持している。前回大好評だった、浅野優子、堺、山川の司会トリオの続投を望む声が強かった、中で、赤組司会は、宮沢理恵の起用も視野に入れながら、まず11月初旬に、山川の総合司会続投が決定。次に安定感。 抜群の話術の社会の白組司海族等が決まる。宮沢の起用が困難という状態が続き、やはり朝のでという話が出かけた時、三人とも去年と一緒では、新鮮味に欠ける、攻めてくれないだけでも変えたいという意見が出され振り出しに。そこで最終候補に絞られたのは、西田光、坂本冬美、森口博子、小泉京子だった。 最初に森口が浮上したが、森口、堺コンビではあまりにバラエティ色が強すぎるとなり、坂本は生放送で歌うだけでもやっとなのに、司会など緊張してとんでもありません。もう少し度胸がついてからと返答したという。その後、一部新聞で西田の起用欠点が報じられたが、実際には石田が選出された。 石田は11月18日の司会発表会見で、10日ほど前に、親友の西田光ちゃんの名前が出てたんで、もう司会者は決まったんだと思っていました。審査員で出られるとは思っていましたが、まさかこんな話になるとは、昨日事務所から聞いたばかりなので実感が湧きません。国民的行事の司会、もう芸能界をやめてもいいかなと思っていますと、手放しで喜びを見せた。 一方、酒井は2週間ほど前に NHK の方からテレビ小説を見るように言われたんです。来年の主役にしてくれるのかなと思ってたんですけど、石田さんのことだったんですねと会場を笑わせた。石田の抜擢は赤組司会の人選が難航する中、スタッフがひらりで人気を上昇させていた彼女に目をつけたことがきっかけという、チェッカーズが本紅白を最後に解散。 メンバーがステージに登場するたびに客席のファンから声援が飛び交い、歌唱時のステージでそれが最高潮に達する。当初は白組鳥及び大鳥での出演が有力視されており、番組側もその方向で調整を進めていたが、この当時は紅白でグループで鳥を取ったという前例が全くなかったため見送られた。なお、同ボーカル。 藤文也は翌年ソロ活動を本格的に活動開始し、第44回にはソロ歌手として初出場を果たす。小泉京子は紅白の隠し目玉と噂されていたが辞退し、結局白紙になった。中山美穂が世界中の誰よりキッとを歌うことを理由に一緒に参加したワンズが演奏ゲスト扱いで出演した。ケイウンスク、堀内孝雄がこの年のヒット曲となった。 デュエットソング、都会の天使たちを、紅白の垣根を越えて披露。これまで、男女デュエット曲の披露に際しては、曲目の選定から外すか、もしくは、他方のチームに組み入れるという形で、デュエット曲、あるいは、出場歌手の取り扱いがなされてきたが、K、堀内いずれも、すでに紅白の常連であったことを考慮して、このような形が取られた。なお、二人の曲紹介は、 山川が言った。西田光と鈴木正幸の曲紹介時は両組司会が入れ替わって曲紹介をした。ドリームズカムトゥルーは晴れたらいいね紅白バージョンを歌唱。晴れたらいいねは石田主演のヒラリの主題歌であり、曲紹介時石田は私、矢部沢ひヒラリこと石田光もお世話になっているアーティストですと述べた。X のリーダー吉木がティアーズ大事を濡らしてを 作詞、作曲し出場歌手で大合唱。吉木自身は、パイプオルマンを演奏した。なお、同曲は、翌年に、X ジャパンが、ティアーズとして発売し、第44回では、同グループの歌唱曲として披露された。小林幸子は、推定4億円とも言われる、光のファンタジーと呼ばれる、豪華衣装で登場したが、62,500個の、 電球がつかないというハップニングに見舞われた。当の小林は観客の反応で電球の光がついていないなと悟ったという。コメコメクラブの歌唱終了時、テレビなら見ることのないセットの入れ替えの風景を放映した。第40回以来3年ぶりのカムバックで赤組鳥を初めて務めたのは雪沙織であり赤トンボ、どこかへ帰ろうのメドレーを歌唱。紅白の鳥がメドレーとなるのは 史上初。翌年以降は、ユキは安田とのデュオとして、第52回まで連続出場していた。小コーナーで、少年隊が仮面ライダーのテーマソング、レッツゴー、ライダーキックを披露した。6年前の第37回に出場し、仮面舞踏会を披露した際に、その時の白組司会の香山雄三が、仮面ライダーと言い間違えたことにちなんだものである。 少年隊の錦織一世は、この回は紅白に出演していない香山に対し、香山さん見てますかと言った。白組鳥及び大鳥はこの年、デビュー30周年を迎えた北島三郎のカイロかな。同曲の作曲者で、この年制御した中村八代を追悼して歌われた。また、紅術の梓道さも中村を追悼して、こんにちは赤ちゃんを歌唱した。 優勝は白組。エンディングのホタルの光で指揮を担当した藤山一郎は翌1993年8月に成去した。ゲスト審査員として宇宙飛行士の毛利守に出演交渉を行ったが大晦日当日はアメリカにいるということで辞退した。関東地区の視聴率は前回の51%から55%に上昇した。なお、この視聴率は 第49回に57%を記録するまでに不正になった紅白の中では一番を記録した。ビデオリサーチ調べ、関東地区における瞬間最高視聴率は、ドリームズカムトゥルー出演時に記録された62.0%で、ある。第44回も両組司会は、石田、酒井が続投した一方、総合司会は、山川の後輩である、森田美幸に交代となった。 山川は、これが、最後の司会担当となっている。テレビ40年思い出の主役たちの曲目、歌手は次の通り。テレビ放送40年をテーマとしたこの年、1989年から1991年まで、続いた海外アーティストの出場枠を撤廃。代わって、船木和夫、伊藤ゆかり、あずさみちよら、かつての紅白常連歌手がそれぞれカムバック。他、 南高節、イルカなど、これまで紅白からは距離を置いてきたニューミュージック系も出演させるなど、世代的に幅の広い人選が行われた。サザンオールスターズは、コンディションが良くない。この年、デビュー20周年を迎えた、松東谷由美は、大晦日は、料理を作る、トンネルズは、昨年を超えるパフォーマンスができない、松田聖子は、スケジュールが合わない、牧原のりゆきは、 年末年始は海外にいるという理由で、それぞれ出場を辞退した。この年11月10日、NHK ホールで行われた、日本作曲家協会創立35周年、記念チャリティーコンサートで、吉田正と共に、いつでも夢を、を、披露を、23年ぶりに、ステージで歌唱をした、吉永さゆりに、番組が出演交渉を行い、 吉永が話は受けたまわっていますけれど、歌に関してはずっとやっていなかったので、無理ですと申し上げたんですが、スタッフの皆さんが諦めてくれなくて、困りましたね。どうしましょうと出演実現を匂わす発言をしたが、最終的に、やっぱりお断りさせていただきますと辞退した。島倉千代子、チャギアスカ、小田和正については、NHK が最初からオファーしなかった。 放送中の朝ドラのヒロインが紅白の司会を務めた唯一の事例である。ABCD5 ダミチヒト紅白歌合戦の真実牧山康之思い出の紅白歌合戦第43回 NHK 紅白歌合戦ヒストリー日本放送協会2014年12月28日閲覧。決戦は金曜日晴れたらいいねのメドレーその後 ユキは、第63回で今回以来となるソロでの出場を、果たした。ABC、朝日新聞1992年12月5日付夕刊、17ページ。紅白歌手別視聴率40、40%えは嵐ら,ら3組だけに、前回は31組。スポーツ放置、2020年1月7日6時0分。92年 NHK 総合。 紅白化合戦歌手別視聴率、平島康久、検証視聴率日本能立協会マネジメントセンター、1993年、80から81ページ、ISBN4 から820709534。CD 化されている替え歌メドレー1から3から、商品名を含む歌や、CM ソングの替え歌、等 NHK で放送できない内容のものを除いて、 再編集したもので、後にこのバージョンも CD 化された。使用曲、箱館の女、ジュリアに昇進、渚の灰から、人魚、ハイティーンブギ、プレイバックパートに、港の横横浜横須賀、名残行き、神田川、クリスマスイブ、恋人が、サンタクロース、ファンク藤山、ひと夏の経験、泳げ、たいやきくん、天灯虫のサンバ、ドナドナ、困っちゃうな、 グリーングリーン、365歩のマーチ、ブルーライト横浜、涙のキス、いい湯だな、セイイエス、ホタルの光、決戦は、金曜日、晴れたらいいねのメドレー、ギザギザハートの子守歌、涙のリクエスト、星くずのステージ、アイラブユー、さよなら、プレゼントフォーユーのメドレー、君がいるだけで、なんちゅうこと言うののメドレー姉の安田翔子は、バックコーラスを担当、当時は、 グループは鳥を務めてはならないという決まりがあった。2003年にスマップが鳥を務めてからは、その決まりは廃止された。ありがとうございます。